嬢ちゃんと海を見ながら天下を語り合ってたところだ。良きところに氏康が今から治葬してくれるそうですよ。人使いの荒い嬢ちゃんだ。俺は可愛い剣心じゃねえんだぜ。まあいい、鍋持ってくるからよ。お前適当に魚さばいてくれるか。よし、鍋を持ってきたぜ。っておい、魚がめちゃくちゃじゃねえか。何か問題でも？わかったわかった、包丁を持ったまま笑顔で近づくんじゃねえ。魚ちゃんよ、かわいそうに。もっと綺麗に食われたかったろうによ。良い食べっぷりでしたよ。お前がっつきすぎだぜ。ほとんど平らげやがって。なんだかよ、こうしてるとのんびりしすぎていけねえ。民や兵はいつ死ぬかわかんねえって毎日びくついてんのによ。あれだけ食べてもう動けるとは、これが若さですね。まったくだ、俺たちはお前の鍛錬を見物してるぜ。ジョーちゃんもこう見えていい年だからな。氏康、あなたの向こう傷一つ増やして差し上げましょう。これは奥方様。そんなにかしこまらなくていいよ、雪村。私のことはねねって呼んでいいよ。それではねね、世話になります。やだ、改まって言われると照れるじゃない。あった、様をつけろ様を。てめえ天然だからってやっていいことと悪いことがあるぞ。いいんだよ清正さん。清正さんもねねって呼んでみたいの？いえ、あの、そういうわけでは。そっか、呼んでくれないんだね。清正とはもっと仲良くなりたかったのにな。違います、あの、その、ね、ねね、よろしく頼む。うんうん、よろしく頼まれるよ。可愛い子に恵まれて私は嬉しいよ。ありゃりゃ、清正、清正、どうしたの？大丈夫？ねえ清正。清正はなんだか悩みが多い子なの。男の子って大変だね。ごめんね雪村。いえ、以降おねね様と呼ばせていただきます。雪村も今日から家族の一員だよ。お客人に無礼があってはならぬ。お前は俺の言うようするようにしろ。かしこまってござる。太郎冠者、お客人に無礼があってはならぬ。お前は俺の言うようするようにしろ。やーら、己は無礼なやつだ。お客人にそのようなことを申すとは。痛い痛い、腰、違う違う、引っ張るは耳でのって腕じゃ痛い。
やつだ。お客人にそのようなことを申すとは。痛い。秀吉殿、違いまする。一張るのは耳でのうて、腕でござる。台本通り腕を引っ張ってくだされ。利家殿の真似はご無用でござる。痛い。ここによりましては、あの太郎冠者めがいたずらをいたしまする。お客人、どうぞこちらの部屋においでくだされ。痛い。利家殿、また違いまする。耳でのうて腕でござる。痛い。お客人、どうぞこちらの部屋においでくだされ。痛い。秀吉殿、そこ耳そこ違う。痛い。耳になってしもうた。家康って面白い。好きになっちゃいそうだぜ。利家殿、侮れんな。秀吉様、さすがです。